どういう時に揉めていくのかっていうのは私たちは分かっているので、揉めないようにするにはどうするかとか、その手前であったりその後までフォローしていくっていうのが一番特色になっていると思います。手続きだけして終わりというのではなくて、問題解決して安心していただけるようにサポートしております。僕の相談に来ていただいて、あ、信頼できるなと思ったらご相談いただくという形に取っていただければ、それでも大丈夫ですので、ぜひ、気軽に来てください。